Nintendo VR ゴーグルが立体的に見える秘密というのを今日は解説していきたいと思います。 VR ゴーグルを覗くと映像が立体的にリアルに見えます。まず人間の目というのは右と左でついている位置が違うため、右目と左目で見える景色が微妙に違っています。その微妙な違いによって奥行きを感じたり、物が立体的に見えるのです。そして VR ゴーグルでは右目に見せる画像と左目に見せる画像が微妙に違っているのです。例えばこの画像、一見同じような画像に見えますが、よく左右の画像を比べてみると少しずれていることがわかります。両目での景色のずれを両眼視差と言います。他には 3D 映画を見るときに 3D メガネというのをかけたりしますが、そのメガネは左右の目に違う映像を見せる偏光フィルター方式という方法が使われています。それは左目には左目用の画像を映すフィルター、そして右目には右目用の画像を映すフィルターが貼られています。似たようなものではシャッター式と言われるもの、こちらもやはり同じメガネのような形をしていますが、そちらは高速で切り替わる映像に合わせてメガネの右目と左目のシャッターが交互に降りるようになっていて、左右の目で違う映像が見えて立体的に見えるようになります。あと他には Nintendo 3DS の方でも 3D 画像というのがありましたが、その場合は左目用の画像と右目用の画像が交互に横に並んでいて、細かく隙間の空いたパララックスバリアというものが映像に前に置かれています。そのパララックスバリアの隙間を通して右目には右目用の、左目には左目用の画像だけが見えるために 3D 画像が立体的に見えるようになっています。とこのように VR の仕組みもいろいろとあり面白いですよね。また VR 動画など見られるときにこういったことを思い出したりすると、また違った楽しみ方が感じられるかもしれません。それでは皆さんの楽しい VR 生活を送れますようにお祈りします。今回はご視聴の方ありがとうございました。